高度 2500m の高地に行ってまいります。結構広いですよね。あ、もうすぐ 2500m ね、ね、はい、ちょっと息が上がってきましたね。本日は丸太町リハビリテーションクリニックに新しく導入されました酸素室にやってまいりました。酸素室について森原院長からお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、丸太町リハビリテーションクリニックの森原です。よろしくお願いします。ここに導入された酸素室についてご説明させていただきたいと思います。我々が住んでいる環境っていうのは1気圧そして酸素濃度としては 21% というところの環境で生活をしています。この酸素室に入るとですね、軽度高気圧、だいたい 1.3 気圧ということで水深3メーターになっております。また酸素濃度に関しても 20% ではなくて30から 35% の濃度がここの中にいると環境として達成されております。この中ではですね、酸素濃度が高くなることでやはり手とか足とか末端までですね、酸素濃度が隅々まで行き渡るという効果があって、体の疲労回復とか、怪我の治癒促進とか、または自律神経の安定化というのが達成されます。そしてですね、こういう高酸素室でですね、運動することによって今まですぐにしんどくなって運動が続けられなかった人でもですね、酸素が多くなることで長く運動が続けられるという効果があります。そのため筋力とか筋の量が増えて今後の高齢化社会にとってすごく有用なツールになると考えています。そしてもう一つはですね、軽度低気圧低酸素室が達成できます。これはですね、先ほど言った1気圧ではなくて 0.7 気圧そして酸素濃度は 16% 程度ということで、皆さんご存知かもしれませんが、アスリートがよく使う高地トレーニングがこの場所ですぐに達成できるという効果があります。ここでは高地トレーニングに行かずにですね、こういう心肺に負荷をかけて運動がすることによって心肺機能がアップして、また運動強度が上がるということで、今後のアスリートによってすごい効果があると期待されるツールになります。心肺機能は良くなりますし、また筋における酸素、消費量のアップにもつながると言われています。このような、酸素室を使ってですね、今後ですね、まだ分かっていない運動疾患、例えば高齢者に起こるロコモティブシンドローム、サルコペニアなどに関しての効果検証を今後大学また洛学会とともにやっていきたいと思っています。よろしくお願いします。先生、分かりやすい説明ありがとうございます。それではここから山中さんにバトンタッチをして実際に酸素室を体験してみたいと思います。森田先生、ありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。それでは、酸素室を体験しましょうと言いたいところですが、まずはその違いを確認していただくために、まずは通常の環境の中でトレッドミルで副理事長に運動していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。それでは副理事長、通常の環境での運動を実際体験していただいた後に、酸素室の中でトレーニングをしていただいて違いを感じていただければなと思います。はい、はい、で、まずこのトレッドミルで、走っていただく前に酸素濃度ですね、SPO2 をまず今どれぐらいなのかを確認していただければなと思いますので、人差し指をちょっと出していただいてよろしいでしょうか。はい、はい、こちら97という数字になってますね。大体健康の方は97から98、99ぐらいになってますので、こちら正常の数値になっております。はい、それではまずここですね、走っていただきたいなと思うんですが、 OK です。これぐらいのスピードはどうですか？
でも結構走ってるなっていう。わかりました。はい。でこの状態で今先ほど測定させてもらった酸素濃度が まずどれぐらいあるかっていうのを測りたいと思います。はい。もう90に下がりましたね。はい。おはい、ありがとうございます。それでは、ね、この違いが分かっていただくためにじゃあ一回ちょっと止めますね。はい。じゃあ酸素室の方へ行きましょう。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、どうぞ中の方へお願いします。こちらがまあ酸素室になります。はい。一応大きさは全長長さは4メーターあります。横幅は 2.6 メーターですね。高さも 2.6 メーターあります。はい。これをこうもう関西ではもう最大級というふうには言われております。結構広いですよね。結構広い。中入るとね、うん、すごく空間はあります。はい。それではまあ早速なんですけども、こちらで先ほどと同じようなトレッドミルで、実際、違いを感じていただければなと思います。はい、それではですね、今からスイッチを押して、高度 2500m の高地に行ってまいります。これでも飽きません。飽きません。それではクリジョ、こちらにもうすでに、標高 50m なってます。で、今から 2500m まで、上げていきます。でもうすでにちょっと少し耳がキーンとなったりとかっていうこともありますが、 2500m まで約9分ぐらい、かかります。で、その間に少し、歩いていただきながらさっきの酸素濃度を測っていただいて、体に変化がどうなるかっていうのを感じていただければなと思っています。それでは始めていきましょう。はい、はい、スピード上げていきますね。はい、はい、ただいま450m ぐらいですね。はい、まだあまり変化は感じないですけど。はい、わかりました。この耳の感じはちょっと、耳の感じはね、そうですね、うん、少しこう毎回耳抜きしないといけないとかね、いう形になります。はい、適宜耳抜きはした方がいいですか？そうですね、必要ですね。はい、なのでこの酸素室で、ちょっと入れないような方っていうのはこの耳抜きができないっていう方になっています。それ以外には特に年配の方とか妊婦の方とか特に入ってはダメっていうことではありません。はい、ただいま 1000m を超えましたね。おお、はい、ちょっとずつなんか、はい、こうさっきよりも、はい、しんどいような気もしてきました。はい、ではちょっと少しこう下げてみましょうか。少しウォーキングに戻りますね。でここで呼吸を整えていただいて、で高度が上がれば上がるほどですね、はい、まあ、先ほども院長も言ってましたけど、まあ、スピードをね抑えてとしても、まあ、高いスピードで走ってると同じぐらいの効果があるというふうに言われてますので。この部屋は換気はされるんですか？はい、換気はですね10分以内にですね全部空気が入れ替わることになっております。でさらに一応シャープのプラズマクラスターのエアコンが入っておりますので、長崎大学の、まあ、研究論文にもコロナのウイルスにも効くというふうに言われてますので、はい、最近の感染対策にも十分取られているというふうになっております。安心しました。ありがとうございます。はい、皆さんもしよかったらこちらをフグちゃん見ていただければなと思いますが、だんだんこう膨らんできました。やっぱよく飛行機とかでね、パンパンのポテトチップスを見られたことがあるかもしれないですけど、これがだんだんと膨らんできます。ちょっとこう膨らんでるのが分かりますでしょうか？はい、今1460m ぐらいですね。はい、ですので走らなくても歩いてても十分走ってるぐらいの効果があるというふうに感じていただければいいかなと思います。普段運動習慣はございますか？あまりないですじゃあぜひこの機会ですね、ちょっとこの運動習慣をつけていただいて、たまにはうちの方にもトレーニング来ていただければと思います。わかりました。はい、もうそろそろ
まあ、2000m 超えましたね。おお、どうですか、ポテトチップスだいぶ膨らんできましたね。はい、結構こうパンパンな感じです。パンパンな感じです、はい。これ以上はなんか学生の頃はなんかスポーツとかされてたんですか？僕は中学生の頃は柔道部でしたけど、はい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 、もう大学に入ってからほとんど、はい、やられてないですか？運動してないんで。あ、なるほど。あ、もうすぐ 2500m ですね。はい、ちょっと分かりました、はい、ちょっと息が上がってきました ね、 上がってきましたね、はい、では、超えましたね。じゃあ測ってみたいと思います。お、88になりましたね。お、はい、ありがとうございます。やっぱりこう違いますか、外のトレーニングとは？そうですね、はい、先ほど6キロのスピードでね走っていただいてたんですけども、はい、やはりこれぐらいのこう高度で走るとやっぱり疲れるかなと思いますね。はい、はい、このアラームは何の音なんですか？これはですね、もう2500超えたっていうことになってるんですね。なるほど、はい、で今それでこう気圧をですね、もうこれ以上上げないようにという形でこの装置が作動しております、うん。よいしょ、はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、おはようございます。いや、めっちゃ汗かきます。ちょっとまだね、高度が 1200m ぐらいになってますので、これが、ゼロぐらいにならないとまだこれ扉がこうね開きませんので、はい、ちょっとここでしばらくちょっと、まあ、ストレッチねしていただければなと思います。ポテトチップスに戻ってきましたね。あ、本当だ。ふにゃふにゃになってきました、ね、はい、でもそんなに別になんか思ってるよりこう、はい、心配なことがなかったんで。あ、うん、よかったです。ありがとうございます。カメラマンは大丈夫です。大丈夫、大丈夫そうです。ゼロになりましたので、はい、開きました。無事よ、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、無事よ、お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、やっとあの地上に戻ってまいりました。はい、まあ、最初外で、ね、走っていただいて、中の 2500m の中で走っていただいたんですけど、何かちょっとこう変化とか違いはありましたでしょうか？そうですね、まあ、思ったよりもしんどくなかったですけど、はいはいはい、けど酸素が下がってくると疲れは当然来るので、はいはいはい、それはちょっと体感できたように思います。なるほど、はい、で結構そのコーチの中ではやっぱり、まあ、体調管理はすごく大切でですね、やっぱり高山病になって頭が痛くなったりという方もいらっしゃいますので、今みたいな形で、酸素濃度を測りながら、体調確認しながら運動していただこうかなというふうに思っております。まあ、その辺はあの数値も測ってもらいましたし、はい、夜中さんにあの適宜声掛けもしていただいて安心した中でできました。ありがとうございます。ありがとうございました。本日はお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。本日は楽和メディカルスポーツ京都丸太町に新しく設置されました酸素室を体験利用してまいりました。このサイズの酸素室っていうのは関西最大規模と聞いております。一般の人からアスリート、ご高齢の皆様まで様々な使い方ができると思います。低負荷短時間で効果が大きい酸素室を一度ご利用ください。また今後のラクアビトにもご期待ください。チャンネル登録よろしくお願いします。